腕がズタボロじゃん。なんかライトな雰囲気とシリアスな展開に合ってないぞ。取り付いてるすごい目の形、三日月。やばいやばいやばいのが出てきた。 アニメラクターの在前です今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのは、永遠の消防隊2の章、第14話見ていこうと思います。はい、というわけで始まりました。永遠の消防隊ですね。今回も楽しんでやっていこうと思うわけなんですけれども、前回、西洋教の真実というものが明らかになりました。この国に蔓延していると言っていいのか、この国に浸透していると言っていいのかはわからないですけれども、西洋教の教えというのは、なんと電動車のヨナが作ったものだったんだよっていうことが明らかになって、 まあかなりこの国と電動車のこのなんか根深さというものを改めて痛感してまあ今度はね拝島をちょっと調査しないといけないぞっていう感じでまあリヒトとかも動いていてまあ、あとはもうそこで潜入してまあ何が分かっていくのかとりあえずなんかン鸞を拝島に呼ぶっていう風になったからまあ、そこからまたどうなっていくのか本当にねもうこっから先どん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 風呂敷が広がっていって楽しくなってくるので今回も注目しながら見ていこうと思います。 それでは見ていきましょうよーいスタートさあ行きましょうさあ第8さあそうだリサさんも仲間になったあああらいいねちょその制服の着方はちょっと ちょっとあまりあまりにあまりなんじゃないですかうんあぶっ飛ばしてぶんなくってああさああそうなのあはははは さってさ、時々さ、まともなこと言うからさ、ふざけてんのかマジなのかがわかんなくなるんだよな。心理をついてるのかわかんなくなるときがある。<laughs> かわいい。よし、ポチッとな。おお、羊とゴリラ。痛い。何してたの保護されてた。うん。 はいはいはいリキッドニトロゲンええー、そうなんだああなるほどだからかおおリヒトびっくりしたすいません鼻があそうだ連れてかなきゃいけないわけですね こんなんさておっオッケーシーオープニングおおあれでもこれ聞いたことある気がするなかなぶあれ聞いたことあるぞこれオープニングは全く知らないけどさあこれひなわさんか

あ気になる気になる子気になんなんか聞いたことあるさあまた鬼が出てくるのかないいねなんか。 なんかちょっとさベニマルさんの炎が赤くなってる赤黒くなってない炎の描写がちょっと変わってる気がするオッケーオッケーバーンズ大隊長と退治灰の死神レッツゴー気になるな <laughs> まあ肺島に連れてかなきゃいけなくなった まあ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 、まあ、それはあれ驚,でも驚いてないねあんまあ、えあそうだったっけああ <laughs> そうね灰島から借りてきたんだっけ うんそうね後で覚醒したんじゃないのあとあとうん結構いたね あ、そうなんだね。はいはいはい。ははははは。言い方。うわ。そうなんだ。えー。 来たんじゃないのアドラバーストって言われるレベルにまあでもそうか見抜けなかった時点でってことかそうね まあ、ただリヒトの言葉を信じるかっていうとこねそうねまあでも身分を明かしたってことはまあ信じてくれとも言ってないよねリヒト的にもそうよねちょっと危険すぎる はいはいあーそこねああ中間なるほど割とライトだねもうコウモリ決め込んでるなまあ真実知れればどっちでもいいっていう感じなんだろうな あ、そうだよね調査作戦さあなたクソンうわ腕がズタボロじゃん黒の さて、なたくそン死神灰の死神さてあ,ああああ,あ,あ,あのヤバそうなのヤバそうなんだけどなんか信羅がさ取りつかれた時みたいな目してない すごいな、つがタナボタ倦怠まあそうさ七夕剣隊っていうのは言い方が悪いけどでもだいぶ髪伸びたね時間はたってるんだななんかちょっと大きくなった感じもする 死神先生圧がうわうわうわもうなんも なんで劣化がなんかライトな雰囲気とシリアスな展開に合ってないぞえっ劣化とおあえっ取り付いてる痛い来る発火

そうか、アドラバースとか確認するためにギリギリまで追い詰めるのかやばいやばいやばいそういうことか圧をかけ続けるってことかさあまあでも戦闘経験が全然足りないよな多分。 そこらへんの経験が全然違うからか戦いにもならなそうなんだあの右手はえー マジえー、やばっ廃病か行かれちゃってるそんな人えそうなのクロムそんなやばいのまあでもそうか。 肺病になるくらい出力を上げてるってことだからうわー圧のかけ方がかわいそうだ子供にすることじゃないかといって大人にしていいかと言われたら怪しいところではあるんですけどうわー その言い方はよくないまあそうだよね弱いやつにめっぽう強いまあ、完全につ 神羅ってやり合わせるの。ああ、神羅の相手もしてたんだ。ああ。やっぱり。そこなんだ。 神羅側も覚えてるのねうわはやばいな黒のか 最強黒煙ロマン狂っているやべえなあそうなんだねえまあそうだよね やましいってことになるよねさて入っていくわけだが早速実験になるのかな見られてる そうねなんやかやんや協力はしてくれてるもんねわあ。まあさらさら死ぬ気もなさそうだけどねああ わざと派手に動かそうとするために挑発したのかあくまでダイハツ寄りではあるけどジョーカージョーカーの陣営であることは間違いないわけだなリヒトはさてさてさてまあヘラヘラと子供で遊んでおきながらヘラヘラとしているよなでもあ出たオープニングの人だ あらいないうわびっくりしたリンクしてるアドラアドラバーストってことでいいのリンクしてるってことはんあ、でもいろんな人とリンクしてるか がっつりいるあれアドラリンクって別に誰とでも起きるんだっけ強い思いに反応するんだよねさあ見ているんじゃないかうわやばそうそうか灰島の人か。 さあ、ここで黒の党ああ笑うやばい時にだけ笑うさて強くなったぞ信羅は全くもって 笑顔がないなぁ。うわもう、手が いや、結構変わる…すごい目の形三日月クレッセントムーンそう強くなったさあはい 力右の食。何血爆発肺だよね黒煙。 ラピッそう<あ>いや見切ってない見切ってるいや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 ねえ そうだお前らも燃やしてやる鎮魂してやるからな何その煙はあん。反射してるのかそうかそうか感知してるのか 枯れてる <laughs> さあ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 カッポエラいやでっかいやでも煙があったとして反応できるかこれ普通さあいやウケるやば音楽やばい 今気づいたけどそうかこれで左いや固形にやべなんちゅう煙を形にするいや強くないそれ食学れ 煙かい <laughs> いやまだやる気だろうな隠すうわやっべえなこれやばいこれどこから来るか分からん やばいやばいやばいのが出てきた。あお、なんだこの可愛いエンディングは。おお。なにこの可愛いエンディング。 何かこのレースゲームみたいになってるおお、ペリカンファンクラブペンギンリサーチャーズとは違うんだよねあらいるわいるわスコップもすごいななんだこれゲーム感がすごいいやーマジヤバいな黒のいやえげつないな そうか、そうか。ま、あ言ってしまうとあれだよな。空気の手みたいなもんだよね。あの、空気の手が <laughs>、全然絶対伝わらないような例えをしてしまったんだけど。あの、ね。こうやって空気の手じゃないけどさ。感覚とリンクして、まあ、だから体の一部のように操れるってことだよね。さあ、悪魔。誰をさらってんださあ <laughs>、寝相の嫌いさい。 ああさ、おとぼけなのかマジなのか分かんなくなるときがある。さあ。さあさあさあ、逃げるのかさあ、あなたく、助けてあげたい。さあ、なんか、うわうわ、いっぱいいる、いっぱいいる。ぐちゃぐちゃだ、じょ、え、れっ、ああ、そうか。トラウマか、劣化が混ざってるんじゃなくて、見ちゃってるんだ、怖すぎて。亡霊みたいにいるんだ。あ、あラートム。 ラトムです。3色混戦。レッツゴーはい、というわけで見終わったわけなんですけれどもいや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 ,やばいなやばいの出てきたな黒のこれえげちいなマジえげつないっすねいやとんでもないの出てきたなまたか最強なるほどなるほどでもじゃあちょっとチート級だよなあれは。 ちょっと操作にしては、ちょっと都合が良すぎるというか、あれ多分第二世代だよね。操作にしては、ちょっと都合が良すぎる能力な気がしなくもないな、これな。あいや、でもどうなんだろう。第二、第三、第三なのか、あれは。第三世代なのか。また特殊じゃないあれ。 いや、でもちょっとさ、汎用性が高すぎないあの能力。ちょっと、ちょっとずるいよな。あの能力、ちょっと、ずるくない他の能力と違って汎用性が高すぎる。ただでさえ、連合消防官の、やっぱり、ベニマルさんですら、かなり汎用性が高い。ずるいよねみたいな。自分で火を起こせるし、それは操れるし、火力も高いしっていうところではあるけど、ま、あどっちかっていうと、黒野さんは自分のね、やっぱり身体能力に依存しているところはあるけど、あのの、なんか汎用性の高さはやばいよな。武器作って、 感覚やっぱりセンサーになったりだとか自由自在に操れたりとか何かこう炎というまあでもまあ廃病になるくらい使っちゃってるから色々とあるんだろうけど。 ああ、にしてもじゃないかな。痛くないのかな肺病。あんな風に操ってしまってもなんともないみたいな。もう本当にこの命尽きるまでやるだけだみたいな感じになってるけど。いやー、やばいな。いやー、でもナタクくん、そうだな。圧力かけられすぎてちょっとわけわかんなくなっちゃってるな。完全になんて言うんだっけああいうのってなんて言うんだっけ ?PTSD って言うんだっけなんか完全にやばい感じになっちゃってるよね。なんかこう、トラウマがずっと常に頭の中でちらついて圧をかけられればかけられるほど、できるできるっていうポジティブな、この劣化のこと。 劣化がポジティブだったからこそなんかこうトラウマになっちゃった感じがする恐怖じゃなくて恐怖の中の脱出口として恐怖の対象である劣化をこう見てしまっているっていうのがかなりやばい構造になっちゃってますよねうわうわこれ怖いどうしようどうしよう逃げたい逃げたいってなった時に一番怖かった対象である劣化がずっと応援するっていうさもうこれ逃げ道がないじゃんみたいな。 その人の言う通りに行ってもその先には恐怖の対象である劣化しかいないうわもうどうしたらいいのみたいな感じになってしまういやもう結構やばい状況になっておりますよこの作品いやもうぐちゃぐちゃだーマジでどうしようどうなっちゃうんだろうマジでいやーでも3色混戦ということで電動車もやってくるわけだ多分無柱目6柱目として多分ナタクが覚醒するんだよナタクくんが ナタクくんが覚醒してそれを取りに来るってなって電動車もやってきてあげくのあてにはハイジマンかくまおうとしているしダイハチはそれを保護しようと動いてるしっていうことでぐっちゃぐちゃになると思うんでちょっと次回どうなるかちょっと楽しみですねあーナタクくんなんとかナタクくんがねなんか自力でいい感じになることをちょっと夢みたいなあそこまで圧かけられてるのはかわいそうだわちょっとうーんいやー弱い者いじめが大好きなちょっと 黒のもやばいしなぁ。いやーこれはすごいことになってますね。はい、とりあえず次回を楽しみに待とうと思いますので、ぜひとも次回一緒に楽しんでいただけたらなと思います。はい、というわけで今回はこんな感じで撮ろうと思いますので、なんかね、僕が勘違いしてる部分とか色々とあればコメントでいただけたらなというふうに思っております。以上、永遠の消防隊2の章第14話でした。バイバイ。